久保さん、少数派の中に答えがあるっていうね、うん、まあ少数派に行きたくないんだったら別にいいんですけどもまああの世の中ってあの多数決が多いじゃないですかでえっ、ー、とじゃあ多数決で言うならばその9割の人が従業員として働いていて1割の人がまあ起業家まあ会社を起こしているまあ成功してる人たちも まあ割合的に、まあ、金銭的な成功ですよね。えー、それも9対1ぐらいの割合だと思うんですよ。じゃあその,その1割の方に行きたいのに9割の多数派の意見でいいんですかっていう。だから僕もいろいろ勉強する中でやっぱその成功したいな金持ちになりたいなと思った時に、まあ、成功してる人たちの話とかいろいろな本とか読んだりとかいろんな話を聞いて思ったのがやっぱね少数派意見なんですよ。 うん、基本的に少数派意見ですね。そう <laughs> 基本も少数派意見です。うん、だからまあ,あの少数派意見に,み少数派意見にまあ大多数は多数決でその意見が多い方に行くんだけど少数の意見に耳を傾けると何か人生を変えるヒントはあるんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。